こういった機会いただけて本当にありがたいです。楽しいもん今俺。新鮮な感じやな。鍋食べるって誰も思わへんやん。そんな日が来るとはっていう。それこそみんなで食べたいですね。スタッフのみんなで。確かに。その、いつか旅行行きたいっていうのがあって。あ、それは要望としてあったんやけど、ただやっぱもう時期的に旅行行けるのかっていう時期やったから、結果的に何もできなかったっていう。まあ旅行行ったら旅行行ってちょっとハーレムが気づかれてしまうからな。それはそれで。だからその旅行から帰ってくるときにスタッフが5人ぐらい妊娠しとるっていう可能性もあるから、それを恐れとるよ。俺は脱毛サロンのあのオーナーのオンチさん恐れとるかもしれない。ヒカルは近づいてダメっていう鉄の毛があるからな、やっぱり。いやでもまあ実際こう仲良くなるっていうのはすごいありがたいな、はい、俺はほんまに、うん、じゃないとやっぱ分からんもん。しかも言いにくいやん。仲良かったら言いやすいけど、うん、仲良くなかったらすごい遠慮すると思うし言いにくいし、うん、それがありがたいな。